ですけれども、健康の、健康の関係上、今年は歯医者復活でのことでなしよということで、今行われました都民権の予選、上位15名、タイムで出ております。上位15名が、2回目に出場いたします。タイムレースとなっています。タイムしっかりとっております。上位15名までが、2回戦出場決定しております。タイム今出しておりますね。ステージ上にタイムが出ておりますので、関係者の皆様、ご覧になって覗きに来てください。さあ、次は団体戦予選へと、参りたいと思います。出場されるチームの皆さんをお呼び出しいたします。アニメルクルー港未来横浜チームの皆さん、実験番号2番の横浜ロイヤルパークホテルチームの皆さん、実験ナンバー3番大原学園横浜校パスト学生の皆様チームの皆様、実験番号4番チームハムカツの皆様、スタートラインにお集まりください。ハムカツ手が上がりました。ありがとうございます。この後個人の結果発表、2回戦に出場するメンバーの発表を行ってから団体戦へと行っていきたいと思いますので、チームの皆さんはちょっと練習最終ミーティングの方をお願いいたします。で、さらにですね、その後すぐまた団体戦、続いてまいりますので、実験番号順に進めてまいりますので、チームの皆さんはこちらのスタートライン近くの応援もありますけれども、実験番号順に、スタートしていきますので、皆さんの準備の方をお進めください。ここで、個人の予選のタイムの結果、後ほど、ちょうど間もなくです。瞬間出ましたら発表してまいりますので、楽しみに待っててくださいね。神奈川といえばですね、箱根駅伝なんていう、なんて新鮮な朝、お正月にあるので、団体戦まで、なんか始めた、団体戦で、それではここで個人の上位15名を発表していきたいと思います。1位から発表しましょうね。すごいですね。1位、実験ナンバー26番、高村正子さん。2位、実験ナンバー7番、宇佐川隆一さん。第3位、現在の皆さん、6位、実験ナンバー1番、古川俊一さん。4位、得点ナンバー38番、松山春子さん。5位、得点ナンバー11番、清水裕樹さん。はい、でも、ここまではね、0、40とか0、60、ここまで一緒ですよ。これは、もう、0コンマ、そんなところの戦いですね。いやー、しびれますね。はい、続いていきましょう。得点ナンバー10番、石堂清水裕樹さん。6位が、ナンバー8番、根田花さん。すごい。そして、続いて、絶対ナンバー6番、西城吉永さん。続いて、絶対ナンバー43番、高村明子さん。逆に来るっていうことで、はい。続いて、絶対ナンバー27番、鈴木亮太さん。続いて、絶対ナンバー13番、重谷由里さん。絶対ナンバー30番、
19番、佐藤達也さん。セクションナンバー39番、渡辺達也さん。わかりましたか。そして、15人目、最後は、セクションナンバー15番、佐藤達也さん。以上のメンバーです。よろしくお願いします。Thank you.
大原さん、大原さん、あ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 
やってくれてましたので、最後まで一緒にセレブレーションコーナー、これが大切なんです。大切なんです。かつ、忍者の話が出発になってしまうと、クリアの状況になりますので、最後までチャンスがあります。頑張ってくださいね。これは早いですね。早いですね。今年のロールドコーナーに呼び出すので、優勝の役ですので、こういうところでお呼びになりました。今日はまた最後、強い役になりました。代表だから。さあ、ラスト、ありがとうございます。次は、ラジオ、ロンドンスターズホテルさんが入りました。そして、代表ありがとうございます。みんな、お疲れ様です。ありがとうございます。落ち着いて、落ち着いて、落ち着きながら、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すごい、ありがとうございます。3、2、1。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日のことについて
ことで、あ、私こういう話聞いたことあるの？これ誰やったの？誰やったの？何番目です。何番目です。何番目です。吉田ちゃんです。はい、何さんはどこからお聞きに来てるんですか？北海道の川崎駅前店です。北海道の川崎駅前店です。お店のこういうお店で行くことがあるんです。北海道の電子レッジは北海道の川崎駅前店です。じゃあ、ぜひ皆さん来てくださいみたいなコメントがあるといいかなと思います。いいかな。はい、ぜひ、これだ。え、これだ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 。Oh!
中日が戻ってきてます。中日が大丈夫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 今ひらひらとハーハーと言ってますけれども、上手でした。そして始まりましたけれども、大事なことが戻ってきているのは横浜ブランドエンターテインメントの中で、さあ、ここでお願いされます。あ、それはもちろんお願いでないしますよ。たった一緒にですね、このお尻が先ほどになっていますので、あれと私たちも言わないと、困らないと言ってください。そうですね。しっかりと今バトンの決心を忘れずにお願いします。クラブのメンバーの決心を持って決心を持ってください。それから大会大会でお祭りゲームを行うことで作戦関係を伝えておいてお願いします。さあ、ここで決心を今戻ってきました。大阪県さん戻ってきて早い。そして大阪県さんのバトンタッチ、ここで両方に参加いたします。おいしいおいしいキリンビールありがとうございます。キリンビール参加者の皆様、ぜひご参加の方にご一緒にお越しください。キリンビール参加者の皆様、こちらご参加ご自身との方にご一緒にお願いいたします。ありがとうございます。
4人目に来たことが分かりました。頑張ってねー、いってらっしゃいませ。大変とおりますけれども、ここで戻ってくるのはお気持ちだと印象的な馬ですね。はい、はい、この映像の人とお伝えしますよね。青い空、伊藤並木にお気持ちが出ていて、なんと本人は一的な姿になっています。はい、そうなんだけど、お気持ちがここもいいですね。ここも場所だとしても、いろんなお店が来たり、進んできましたけど、一つ中心に当てて、チームを取って、今回ね、ポケットではポケットして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 、はい、戻ってきました。じゃあ、チームビジョンに拍手で見ていただきたいと思います。はい、よかった。お疲れ様でした。大丈夫、大丈夫、これなければいい。ここに一人でやって、
ラストあと50メートルでしょうかね。よろしくお願いします。大丈夫です。はい、あと少しですか。大丈夫ですよね。大丈夫。第2レースは無事終了ということですね。この今回のユニフォームが高いな感じでお着物も大体のお疲れ様でございました。さあ続いて第3レース、準備の方を進めてくださいただきにご紹介したいと思います。第3レース、今回は応援が熱い、はい、実験ナンバー9番ロアンドラブルのコーナー、はい、この発言が良かったです。続いてこっちもいい結果を残すかもしれない実験ナンバー10番横浜デイジロトンホテルズコワーズチーム D、 チーム D、 チーム A、 チーム B といます。そして実験ナンバー11番オンチとチームカロここが一つ、セクションナンバー11番、チーム焼肉。さあ、揃いました。ご準備はよろしいでしょうかね。では、お願いします。やっぱね、ロードロードのスターさんが。Thank you.
ちょっと待って、何
してますよね。あ、これでしたか、チーズ。ここでもう一度ちゃんと話させていきます。チーズ翌日大学総裁の場所がわかります。最後はこの間にちょっとわかります。私もはい、ちょっと戻りましょう。あ、真由さん、こっち、どこの方ですか。どこの方です。今度は来てくださいからね。いや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 、私は優勝のある方を、そんな思いで見てみました。もうすごくチームにこれを行くや、行くしかないということで、ここに立てないとは思いますけど、それはそれと言うことになりました。今の率直な思いを一言いいですか、聞いていいと思いますか。今映画で100点の答えてくれるそうですから。あ、いや、どうしても出てきてください。どうしても出てきてください。今、今のお気持ちを、いや、もう非常に、まあ、残念です。けど、まあ、個人戦2つとも残ってるんで、ワンスフィニッシュになって最後、楽しむように頑張りたいと思います。大きな拍手お願いします。どうですよ、個人戦本当に、まず
さにウェイターズレース、ハワイホール。はい、大変でございました。やっぱりこの、大丈夫ですよ、横浜。個人戦が本当に残ってるんですよ。個人戦で当たりが残ってます。残ってます。引き続き応援していきますし、はい、そういう思いが出せるものもあるんですよね。さあ、団体戦に出して。団体戦最終ですね、予選、予選の最終です。13番の横浜メインスケルト、はい、行きましょうかね。今日はこの第3年最新レースです、ね、続きまして13番横浜ベルト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 ル準備したくなったんですね。そして、先生さんも16番、ニューアーダムに横浜プレミアムチームです。では、準備が整いましたら、お願いいたします。¡Vamos!
落ち着け
続いて新大阪市横浜巨人さんと長谷川さん、今アンチャーのと男の方が渡ります。チームと変わりまして、大変な効果が入ってますね。もう、アンカーは、アンカーは、ちょっと
ないですけどね。今日はここは来たんですね。今日の方は進めておりますまずは、こちらで行われました団体戦予選の結果を発表します。団体戦予選の結果を発表します。その後、個人の2回戦の演技が行われます。個人2回戦の演技の後にですね、ゆずりさんの経緯というのをご用意ですね。ではコミュニケーションの方に移ってまいりましょう。